大ゲージ。大ゲージとは、鉄道模型の縮尺と期間を表す、規格故障の一つ。縮尺1、43から1、48、期間 32mm の鉄道模型規格の総称である。スケールモデルにも、ティンプレートにも用いられる。日本では、大ゲージ、0番と故障される。アメリカでは、大スケールと故障し、イギリスでは、縮尺が1。 43.5なので、7mm スケールとも呼称される。国や地域、車種やメーカーによって縮尺が異なり、日本では主に縮尺1、45を用いる。アメリカでは縮尺1、48が主流で、イギリスでは主に縮尺1、43.5を用いる。機関は実物の標準機を縮尺1。 45で縮小して3 2ト、mm、ルとしたものであるが、1、43.5や1、48の縮尺を用いる国でも期間は原則として3 2ト、mm、ルである。したがって、これらの国では厳密に縮尺通りの期間になっていない。1900年頃、ドイツのメルクリンが導入した。同じ頃、 イギリスでも一番ゲージより小型の0番ゲージとして規格ができて製品が発売された。アメリカでは1930年代から1960年代初頭までは交流三線式のオーゲージが最も普及していた鉄道模型であった。ヨーロッパでは第二次大戦の前まではオーゲージが一般的であったものの戦後はより小型の直流二線式0式、ー形時が普及した。 日本では、湯山一郎が、雑誌、模型鉄道1938年3月号で、大ゲージの日本型車両は1、45サイズを採用すべしと提唱し、それを、0番と称したことから、一貫して縮尺1、45が採用されている。ただし、狂気の蒸気機関車は、シリンダー感覚が広くなりすぎるのを嫌って縮尺1、 43で作るといいう二通りの基準を持っていた。このサイズの提唱は、当時日本独自の 35mm ゲージが広まって、オリコレに対し、アメリカ型の大きな断面の機関車も、日本型、イギリス型の小さな断面の機関車も、見かけ上似た大きさにして、同じ線路の上を走らせて、国際的な模型鉄道を作るという思想から生まれたものである。当時は、 列車としての鉄道模型を所有し運転することができた日本人は極めてなく、ほとんどの愛好者は機関車のみを制作した。客車や貨車は複数の愛好者が持ち寄り、何台引いたということが話題になる時代であった。したがって、この提唱には賛同者が多かった。第二次世界大戦後、既製品が容易に入手できるようになり、同じサイズの模型を揃えたいや、 実物の編成の通りの運転を楽しみたいなどの考え方が広まったため、各国の車両を混在させて走らせることはほとんどなくなった。すなわち、霊番の当初の思想は完全に失われたが、日本型の縮尺一、1、45という規格は定着した。昭和20年代より昭和30年前半までは大ゲージ前世であった。戦後すぐに補ゲージ。 16番が商品化されたが、畳の上では小さいので脱線する。地方では手に入りにくい。レールは、新中製のホゲージ、16番よりブリキ製の、オーゲージの方が安いとオーゲージが有利であった。初心者には短縮した機関車、電管とガラレール、トランスを販売店が詰め合わせたセットが販売され、模型とラジオや子供の科学では、 大ゲージの車両工作記事が取り上げられ材料は科学在社で通販を受けていた。しかし多くのメーカーがホゲージ16番製造に移っていく中最後まで数多くの大ゲージの車両を製造していた勝見模型店は1960年頃特急小玉号の車体の発売を最後にホゲージに転向た。そして子供の科学百六十三年一月号掲載の 科学教材者の通販カタログより、大ゲージ製品が消えた。1973年に、鉄道模型趣味が行った読者アンケートによれば、採用している機関はという意味に対し32、mm、32mm は1.8%、16.5mm70.0%、9mm19.9%、いずれも他の機関併用を含むであった。その後1974年に、 熊田貿易が国鉄 C11 を発売する。かつての交流三戦式ではなく直流2000式となり、車体も16番ゲージの新中版主体で構成された無式をそのまま大きくしたものであった。さらにフレキシブルレール、国鉄オファ31計客車、貨車、国鉄 ED17 を発売している。一方1950年頃、日本で主流の狂気の機関車が、 標準機の線路を走るように見えるのを嫌う愛好者が、縮尺1、45で24ミリゲージを採用し、日本独自のオジェゲージが登場した。これは後に、メーカーから製品が発売され、オーゲージの中の一大勢力となった。ライオネルでは今なお、鉄道模型霊明機の流れを組む参戦式を供給しており、フランジの高さにより、オー、オー27がある。 国や地域、愛好者団体の定める、規格、規定によって相違がある。ヨーロッパのネム規格などをメートル法採用国では 32mm で、ある。ヤードポンド法を勧用するアメリカの村規格では1.252インチである。アメリカでは、1フィートを1、4インチに縮小する1、4インチスケール、すなわち、縮尺1、48である。実際には、 この縮尺での標準機は 29.9mm と、ナリオゲージの基準となる 32mm では、広すぎる。第二次世界大戦までのアメリカでは、機関と縮尺の関係が正しくなる17、64インチスケールも採用されていたが、その縮尺が馴染みのないものであったことと、モデルレールローダー氏の図面が1、4インチスケールであったため、第二次世界大、 1057-64インチスケールは、スタレ1-48の製品しか製造されていない。イギリスでは1フィートを7ト、mm、ルに縮小する7ト、mm、ルスケール、すなわち、縮尺1-43.5である。マラーアップの定める、ム規格においては、縮尺1-45である。メルクリンが製造した最初のオーゲージ製品が、 標準機を1から1、4インチに縮小した縮尺1、45を採用したため、ヨーロッパ諸国にこの差しが広がった。フランスにおいては7ト、mm、ルスケール1、43.5も併用されている。日本では模型鉄道士による例板に乗っ取り、日本型車両は縮尺1、45を基準としている。縮尺1、48では、 標準機の基関は計算上 29.9mm となるが基リ 32mm を採用しているためややスケール感が損なわれる。ナローゲージ鉄道の再現のために従来からアルホゲージの線路を流用することを目的にアメリカで作られた規格で宿舎1、縮尺48、基ミ 16.5mm である。近年大手メーカーが参入したことにより 製品が増えている。毎年、オン30アニューアルが発行されている。近年では、ナローゲージの模型の分野において、一大勢力となった。規格としてはレーバント j がある。ナローゲージモデルでは、アメリカの村規格に習い縮尺一1、48を採用する製品もある。各国のオーゲージ規格と同じ 32mm 機関で、日本型車両を走らせる規格。 狂気の鉄道省、国鉄機関の車両も 32mm 機関で模型化する。ナローゲージに関する規定はない。日本で主流の狂気の機関車が標準機の線路を走るように見えるのを嫌う愛好者が作った企画。縮尺は01と同じ位置、45で機関を 24mm として、日本で主流の機関線 67mm を正確に模型化している。 かつて、アメリカにおいて、大ゲージの線路幅を 32mm から 29.9mm に狭めた、旧ゲージを採用した愛好者が極めて少数であるが、存在した。旧ゲージでは、ただ線路幅を狭くしただけでタイヤ厚さを変更しなかったため、蒸気機関車での動輪間隔、ロットの収まりなどの不都合の解消には繋がらなかった。プロと48は、 アメリカの大スケールの規格で標準機の軌道1、48に縮小した、期間 29.9mm の規格である。1980年代に入り車輪形状をアーの、規格の1、48とし、実物を正確に1、48とした模型を作ろうという動きが出てきた。提唱者たちは、プロと48、プロと48と自らのグループを呼び、 一部のメーカーは29.9ミリゲージの車両の供給を開始した。しかし既製品は少なく、主に大ゲージ製品の車輪を交換して、台車の幅を縮めるといった改造が主流で、改造作業を専業とするメーカーや愛好者も存在する。実物に忠実に再現しようとしたため、車輪の幅は狭くなり、模型では実物よりはるかに急な曲線を通すことになるため、 ボギー台車の車両では急曲線に追随しやすいものの、大型の蒸気機関車では急曲線の通過は困難である。大ーゲージの車両の多くは交流三線式と呼ばれる方式を採用している。この方式は最大電圧 18V の交流を3本ある、レールの内両側レールを正極、中央レールを負極として流し、レールと接する金属車輪やコレクターを通じて終電し、 モーターを駆動して模型車両を走行させる。また、正極、または、負極のどちらかを河川に流し、パンタグラフなどにより、電力を取得する、河川終電システムも存在する。速度の加減は、正極、負極間の電位差を 0V から 18V まで変化させて行う。2000年代以降、エレクトロニクス技術の応用で、新しい制御方式が誕生している。 デジタルコマンドコントロールと呼ばれる制御方式は線路上にデジタル信号を送信して車両元の運転ミサをやライトの制御、サウンド制御を行うことができる。また、線路に流れる電圧は一定なのでライトの明るさは模型列車の速度の影響を受けない。車両から線路、電源装置、ストラクチャー、アクセサリーまで一手に生産する大手メーカーがある一方、 車両やストラクチャー等、単一分野のみ生産する、中小メーカーや個人が生産するガレージットメーカーなど数多くのメーカーが存在する。大手メーカーからは、初心者や入門者向けとして、車両、線路、電源装置等をまとめて入れたスタートセットが発売されており、初心者でも簡単に大ゲージを始められるようになっている。これらの製品は、百貨店、量販店、 玩具店、鉄道模型専門店や通信販売で購入することができる。ただし、日本では、オーゲージは主流ではないため、個々の製品をそれぞれ購入するか、日本国外から輸入することになる。イギリス、イタリア、スイス、スペイン、チェコ。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。